はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ゴンゲンです。それではフロントミッションシリーズガンハザード、実況の続きをやっていこうと思います。前回はですね、クシャサの森、マラパの森、そしてこの野営地を、潰しまして、エミンカの森ですね、ここまで進めたんですけれども、特にね、今のね、仕事というか、行方不明のね、首相の情報は得られなかったので、今回はね、このジャンガ村入り口っていうところに行ってみたいんですけれども、ちょっとね、その前にお店に行って買い物とかをね、いろいろしたいと思うんですけれども、ですね、特殊武器ですね。ずっとね、アッパーバルカンのレベル3を買ってなかったんですよね。ずっと今までね、このレベル2で頑張ってきたんですが、今回ね、このアッパーバルカン、グレードアップしましょう。ついでに、弾薬とかも補給しておきましょうかね。あとは、結構ね、前回、パイロットヘイドとかもね、使っちゃいましたからね。いろいろ買い揃えておきましょう。リペアキットも使ってますね。とりあえずこんなもんかな。じゃあ出まして一回装備しましょうかね。アッパーバルカンのレベル3ですね。これかな。これを装備して、ついでなんでね、ちょっと今持ち物が結構ありますので、売っちゃいましょう。まずはね、仲間の機体なんですけれども、エミルが乗ってるルイビンスクの1と、クラークの乗ってるスティンガー L ですね。多分ね、もうこれから先は乗らないと思いますので、とりあえずね、この古い機体は売っちゃいましょう。あとは、特殊武器なんですけれども、ホーミングミサイルレベル2とかね、今装備してるものの1個グレードが低いやつは、多分ね、使わないと思いますので、これも売っちゃいましょう。ハードナックルも今確かレベル3を装備してたと思いますので、売っちゃいましょう。他のね、あんまりこう使ってない、サブウェポンというか、このバウンスショットとかね、バズーカとかは、今後何かで使うかもしれないので、とりあえずね、保管しておきましょうか。じゃあ、そういえば、この辺も使うんですかね。ハービー G、スティンガー。これから先ね、ちっちゃい機体じゃないとこう入れない、前回で、あったんですけれども、そういう狭い通路とかも行く可能性があるので、とりあえず、アルベルトが乗ってたね、機体は、保管しておきましょうかね。じゃあ、買い物はもう OK かな。なんだかんだで結構ね、もう4分近く経っちゃってるんですが、野営地からじゃないといけないのかな。じゃあ改めてね、このジャンガ村入り口に行ってみましょう。では補給をして発進しましょう。連れてく仲間はね、前回同様クラークでやっていこうと思います。首相は一体どこに行ったのかしら。ジャングルの中にね、パラシュートは落っこってたんですけれども、本人が行方不明と。きっと怪我をしているだろう。一人ではそう遠くには行けないはずだ。この辺りはどうでしょう。道が続いています。なるほど。しらみつぶしに当たってみるしかない。調べてみるか。じゃあ調べてみましょう。副首相から通信だわ。キール、たった今首相から連絡が入った。とりあえず無事みたいですね。彼は無事だそうだ。本当に？
それは良かったわ。彼はジャンガ村へ逃げ込んだと言っていた。お、グッドタイミングですね。そちらに向かってくれ。了解。アルベルト、今の聞いた？首相はジャンガ村だって。その道はジャンガ村に通じているわ。あ、続いているわ。すいません、間違えちゃいました。そのまま北へ向かって。わかった。じゃあ首相を見つけに行きましょう。ジャンガ村へ移動。なるほど。まだここは入り口ですからね。うわ、でっかい。なんだこいつは。戦闘ヘリかな。これ倒せるんですかね。あんまり減ってる予感がしませんね。ヘリ倒したいですね。アッパーバルカン買っておいてよかったです。ふう。ん？なかなか強いな。とりあえず地上にいるバンツァーは無視してヘリを攻撃しましょう。あ、落ちましたね。うぐわ。やりました。こういう戦闘で初めてなんかヘリを落としたような気がしますね。よし。とりあえず、アッパーバルカンの弾もね、もったいないので、パンチに戻しておきましょう。このちっちゃいのも結構なんかガーッと襲ってくるんでね、怖いですね。あとここはなんか強制スクロールなんでね、結構戦闘が難しいですね。画面端に追いやられちゃうとね、結構自由が効かないというか、そういう感じがしますね。よっ、これで着いたかな。なんかね、いっぱい敵がいますが、まあ、適当に倒したら抜けちゃいましょうかね。うん、これで抜けちゃいましょう。よし、村はもう目の前だ。たどり着いたかな。作戦成功ですね。敵主力兵器撃破。これで5000円もらえましたね。よし、なかなかいい感じですね。まだクラークのレベルは上がんなかったですね。ジャンガ村。それと、こっちだと戻っちゃうんですね。じゃあジャンガ村行ってみましょう。では補給をして、結構ダメージ食らってますね。1回の戦闘ごとで700とか800ぐらい食らっちゃいますね。じゃあ発進。ここがジャンガ村ね。あれ？何か煙が上がってるみたいよ。煙。なんだと？まさか敵が村へ侵入したのか。やばいですね。まずい。急いで出るぞ。了解。首相は大丈夫なんでしょうか。なんだこのありさまは。人が倒れてるのかな。寝てるわけじゃなさそうですよね。エルガー首相の捜索。首相の捜索ってなんか言いづらいですね。村人はなんか倒れてるっぽいですね。倒れてるのか寝てるのか。結構ね、なんか静かな感じがするんですが、どうなっちゃってるんでしょうか。とりあえず敵もアイテムとかも、あ、誰かいますね。あれは、これはジェノス？あ、全然違うわ。ビショップ。この中にエルガー首相が今どこにいるか知ってるやつがいるはずだ。何なんでしょうこのパンクは。死にたくなけりゃ正直に話せよ。あと10数える間だけ待ってやら。10 9
8、7、ん、ひゃー、我慢できねえ、ゼロだとんでもないやつですね。わあ、ひどいな。貴様、それでも人間か。本当ですね。てめえはいつもジェノス様の邪魔をする生意気な野郎。クリムゾンブロウ、ジェノスの部下か。こんなやつが部下なんですね。へっへっへ。ビショップ様だ、覚えときな。嫌ですね。俺様はルークと違って甘くはねえぜ。ジェノスはここで何をしようとしている。本当ですね。教えてやろう。なんてわけはねえだろふざけたやつですね。ぶっ殺してやる。なるほど、こんなやつに倒されたくはないですね強いのかな。ダメージを与えてもヒットポイントが減る予感がしませんので、撃退になっちゃうのかな。ここはなかなかやるじゃねえか。けどな、これでおしまいだぜ。ひゃーほほー、いいことを教えてやる何なんですかねこいつは。この村に仕掛けた爆薬がそろそろ弾けるんだよ。これはちょっと大変ですね。村人を助けないとまずいんですが。なんだと？村人助けられないのかな？なんてことを。これで手がかりは尽きたのか。村が燃えちゃいましたね。慌てないで。生存者がいるかもしれないわ。そうだな、生存者はいるんでしょうか。ん？まだ息がある。おい、しっかりしろ。ん？ボンゴ村長。ジャンガ村の人ではないんですね。ボンゴ村の人。うん？無事なんでしょうか。は、これは。わしは助かったのか。あんたは一体。俺はキール副首相の命令で首相を探しているものだ。すると村を襲った奴らの味方ではないんじゃな。うん、敵ですね。ああそうだ。しかしこんなことになるなんて。そうか、あんたなら信用できそうじゃな。よし、教えてやろう。エルガー首相は東の洞窟じゃ。洞窟に隠れてるのかな。首相を助けてくれるなら案内してやるぞ。お願いします。そうか、すまない。ブレンダー聞こえたか。その洞窟に行くぞ。ええ、首相は無事なのね。うん、とりあえずね、首相を探すのがね今回の仕事ですからね。それにしてもひどいやつでしたね、ビショップ。副首相に報告しておくわ。とりあえず俺たちの艦に来い。ひどい怪我をしているようだ。何？これくらいなんとも。フラグかな？あいたたたた。うん、やっぱりこういう展開ですよね。痩せ我慢するな。さあ来い。すまん。お、これでクリアかな。怪我の方はもう大丈夫じゃ。あ、とりあえずね、命があるだけでも良かったですね。すまんの。良かったですね。しかし、やつらひどすぎますよ。本当ですよね。村中に爆薬を仕掛けて、一網打尽みたいなね。うん、ひどすぎます。村人を殺して、しかも村まで焼いてしまうなんて。洞窟へ急ごう。この村のようなことになる前に、そうですね、洞窟への道と、馬くばの森、馬くばの森、洞窟に行きたいところではあるんですが、
こっちのね森の方も行ってみましょうか。では発進しましょう。ここはどんな感じなんでしょうか。敵がいそうだわ、調べてみて。了解です。ここでやることは、地域偵察と。ここはただまあいつものようにね、多分敵を全滅させていけば問題ないでしょうと思ったんですが、ここもやっぱりあの前回のねエミンカの森でしたっけ、あんな感じで複雑というか入り込めないね場所があるみたいですね。そして敵が素早い。よふう、マップを確認しましょう。とりあえず何もないのかな。あ、なんかありますね。来てよかったです。これは、リペアキットは持てない。リペアキット持てないということは使っちゃいましょうかね。微妙な感じですが、とりあえずクラークかな。それで、リペアキットを手に入れて出ましょう。結構複雑ですね。こいつはなんだ、なんか壁にね張り付いてましたけれども、よいしょ。あ、これはクラックか。痛い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 。このちっこいのも微妙に硬いですね。ふう、置いた。ここはダッシュでは登れないんですね。なんだこいつは、初めて見るかな。結構ねここ最近というか、あのここのマップに来てからね、あの戦闘が激しいんで、じっくりねあの敵のバンツァを観察してる暇がなかったというか、どういう敵が襲ってくるのかっていうのをねよく見てなかったんですよね実は。よいしょ。まあまあ強いですね。あ、下にいる。よ。広いな。マップを確認しまして。よ。当たってないですね。邪魔。よ。ふう。これは何です？これは、バルカンですね。断層最大数強化パーツだ。もらっておこう。25ミリバルカンの強化パーツですね。危ない。よ。ふう。ここはいけるけれども、行き止まりですね。結構広いんでね迷っちゃいますね。こっちからはいけないですね。とりあえずここはいけないのかな。こっから先はまだ行ってないと思うんですが、ふう、ここは入れます。お金、1000ドル、10万円ですね。とりあえずアイテムとかもね回収して、あ、ここで行き止まりですね。あとは大丈夫そうでしょうかね。あ、上の方にありますね。行ってみましょうか。こっから出てまた中に入るのかな。お、まだ敵がいますね。これで大体片付いたっぽい感じがしますが、ナパームガンレベル2、これももらっておきましょう。これで OK かな。あ、違う、こっちじゃない。一回上に出て、で、こっから下ですね。
なかなか大変なマップでした気軽にねちょこっと寄っていきましょうなんて言ったんですが、結構大変でしたね。よし、これで OK でしょう。お金はどのぐらい稼げたかな。お、22,000円、いいですね。さらにね武器も手に入りましたからね。お、クラークがレベル15になったのかな。よし、特に情報は得られなかったな。そうですね。じゃあ次の場所へ向かいましょう。了解です。ジャンガ村を通って洞窟への道ですね。じゃあここまで今回やってみましょうかね。うわ、1000ぐらいヒットポイントがね削られてますね。これでじゃあ発進しましょう。なかなか過酷な戦いが続きます。もうじき日が暮れるの。洞窟まで闇に紛れていくというのはどうじゃ。それはいいが平気なのか、体の方は。そうですね、心配すんな。あんたらとは体の鍛え方が違うわい。頼もしいですね。そうか、じゃあ道案内は任せるよ。ボンゴ村村長、大丈夫なんでしょうか。首相は本当に無事なのか。心配せんでもええ。わしの息子がしっかり護衛をしておる。あ、息子さんがいるんですね。わしの息子はちょっと前まで軍のエースパイロット中やつだったんじゃからな。エースパイロットだったらしいですね。エースああ、エースパイロットか。それは頼もしいな。あ、村長は歩いていくんですね。村長にくっついていけばいいのかな。で、村長はどこに行ったんでしょう。あっという間に見失っちゃいましたが。エルガー首相の捜索。村長はどこに行っちゃったんでしょう。あ、アイテムがありますね。取れるかな？取れますかと。よ。あ、お金。1000ドル。いいのかな、これ。まあ、村長のね、怪我を治した薬代としてもらっておきましょうか。村長さんはどこに行っちゃったんでしょうか。こっから下に行ったのかな？全然わかりませんね。本当に迷路ですね、完全に。こう降りて、下の方に何かありますね。とりあえずこっちから行ってみましょうか。アイテム。これは？アッパーバルカン。あ、買っちゃいましたね、さっきね。失敗しましたね。まあ、いいでしょう。まあ、初見実況なんでね、どこでどのアイテムが手に入るかとか、まあ、今後ね、こう、どういう戦いをしたらいいのかっていうのをね、まあ、手探りでやってますので、まあ、こういうことも、ありますよね。あれ？行き止まりですね。こっちから行くのかな。今いる場所が、真ん中ら辺なんですが、アイテムをなんか1個取り忘れてるのかな。あ、とりあえず先に進みましょうか。こっから上に行って、ここに、あれ、アイテムがない。あった。入れない。じゃあお金をね、ありがたく頂戴しましょう。500ドル。500ドルはありがたい。マップで見ると、一
回右に抜けて、こっから左の方に、あ、村長さんかな。お、信号弾？照明弾？照明弾か。なんじゃ？のきものですね。敵に発見されたようだ。なんたることじゃ。他に洞窟へ行く道はないのか。わしはここをずっと行く道しか知らんのじゃ。そうですか。仕方ない。俺が敵を引きつけて正面突破をかける。わかった。わしはあんたの邪魔にならんよう動くよ。本当でしょうかね。これビショップかな。将軍からの情報通りだぜ。この道を来るとはな。将軍、バルミング将軍でしょうかね。またお前か。てめえ、しぶてえやつだな。よくあの炎で知らなかったもんだ。ビショップ、村を焼いたのはジェノスの命令なのか。ジェノスはどこだ。ひゃひゃひゃ。あれは俺が勝手にやったことだ。ジェノス様は関係ねえ。ひどいやつですね。ではなぜあんなことを。け、傭兵にルールなんかねえ。だから傭兵はやめられねえんだよ。とんでもないやつですねこいつは。俺は面白けりゃ何でもやるぜ。ひゃひゃひゃ。貴様面白えやるってのか。挑発してますねこのチキン野郎め。こいつは許しがたいですね。ここでも倒せそうにはないですね。うー、抜かったぜ。まあ、ちょこっとね弾当てただけなんですけどね。仕方ねえ。楽しみは後に残しておくもんだ。あばよ。待て、どっか行っちゃいましたね。村長さんは、あれ、敵が来てる。村長さんはどこに行っちゃったんでしょうか。そして、左の方にあったアイテムを回収しに行きましょう。いつの間にかなんか洞窟内にバンツァーが紛れ込んでますね。ここかな。あった、1000ドル。10万円のためにわざわざ道を引き返してきたんですが、あんまり意味はなかったですね。これ邪魔だな。よ、それでどっから行くんだ。よ、マップを確認しましょう。一回上に出て、ここがビショップと戦った場所ですので、この先に行ったのかな。村長さんは、村長さんは無事でしょうか。で、アイテムがあったんですが、取りに行けるかな。怖いな。わー、バンザー怖い。よ、これは何です。自動照準機能作動を手に入れた。一回も使ったことのないアイテムなんですが、とりあえずもらって帰りましょう。いた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 。降りてくれ。降りられない。ふう、バンザーに乗ってしまえばこっちのもんですね。よ、マップを見ながら行かないと迷ってしまいます。この下にも何かありますが、ん、やばいな。パイロットエイドを使いましょう。ふう、あ、アイテムですね。500ドル。命の危険を冒してまで取りに来るものではなかったですね。よし。じゃあ村長さん探しに行きましょう。こっちかな。
右の方に何かありますが、いけない。こっからではいけないんですね。早くバンザーに戻りたい。よふう。ここ、あれ？敵がいただけかな？なるほど。村長さんを見つけに行きましょう。いた。アイテムの取り忘れとかは、ま、あるかもしれないんですが、とりあえずね、クリアしちゃいましょうか。怪我はないか？大丈夫じゃよ。しかし、なんで奴らはわしらの動きを知っとるんじゃ？そうですね。ここのことは、わしと息子とあんたたちしか知らんはずじゃが、息子さんがちょっと怪しい感じがしますが、どうなんでしょう。情報が漏れているとしか考えられんな。うん。まあ、とりあえずね、ミッションコンプリートですね。あんまりお金はもらえなかったですね。レベルも特に上がらないですね。どうやら我々の情報が敵に漏れているらしい。この中にスパイがいるんじゃないのか？ん？本当ですかね。一番怪しいのはあなたじゃないの？本当ですね。いや、そりゃ俺は元は、ん？いや、そりゃ俺は元スパイだが、すいません。心配するな。ここにスパイはいない。俺は信じているよ。じゃあ一体誰が？そうですね、気になりますね。気になりますけれども、とりあえずね、時間もちょうどいいので、今回はねこの辺で終了したいと思います。はい、それではね今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね頑張ってやっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。